バタシーは、ロンドン南部、ワンズワースクのテムズ川南岸で、住宅が多く立ち並ぶインナーシティ地区である。ロンドン南東部の主要公園の一つ、バタシーパークがあるほか、地区は、チャリングクロスから南東に2.9マイルの位置にある。かつて地域一利用者の多い駅だった、クラパムジャイクション駅では、ロンドン地下鉄の主要な二路線が交差する。 この路線沿いには、区営住宅であるカウンシルハウスがいくつか立ち並んでいるが、これは、旧バタシー発電所や、機関車、客車、重工業工場の跡地などを活用したものであり、現在ではブルータリズムな建物から広い庭園まで幅広く備える地区になっている。テムズ川や庭園沿いには、典型的なロンドン風の私有家屋も多く立ち並んでいる。 2001年時点での地区の人口は87,877人。2011年時点での人口は106,709人であった。ニューコベントガーデンマーケットやロイヤルアカデミー・オブ・ダンスなどもこの地区に位置している。ワンズワースコモンやクラパムコモンは地区の境界の一部を成しているが、この一帯は伝統的にナイエルムズと呼ばれている。 バタシー地区の鉄道駅はロンドンのトラベルカードゾーンでゾーンに,に属している。もともとサリーの一部だったバタシーの中心地はファルコンブルック河口の島に建てられた教会だった。ファルコンブルックはトゥーティングベクコモンから登り南ロンドンの地下を流れてテムズ川に出る小さな河川である。この地区はアングロサクソン人の時代にはバドリックの島を意味する バドラシス・アイエックと呼ばれており、後にパトライジーと呼ばれるようになった。大きな河川の近くにある元小教区の例に漏れず、地区には干拓された湿地帯や小川を暗渠の排水口に流したカルバートもいくつか含まれていた。この地区では旧世紀に創建されたという聖メアリー教会が有名である。現在の教会堂は1777年に、 完成したもので、1782年には、詩人、画家のウィリアム・ブレイクと、妻キャサリン・バウチャーの結婚式がここで執り行われた。また、アメリカ独立戦争時の大陸軍将軍、ベネディクト・アーノルドは、妻ペギー・シッペンや娘と共に、この教会の地下聖堂に埋葬された。集落は、ドゥームズ・デイ・ブックにも現れ、聖ペテロ修道院が保有する。 パトリス・ジーという名前の地区として記録されている。辞書には18ハイド17プラウランドの工作地があり、年間42ポンド9シリング8ペンスの価値に、相当する7つの製粉書、82エーカーの草地、50匹の豚分の価値があるソリンなどが含まれていた。辞書全体で75ポンド9シリング8ペンスの価値があるとされた。バタシーの旧教区にはブロムリーク、 ペンジクリスタルパレスに数百エーカーの飛び地が存在した。バタシー教区は1899年ドンドン地方自治法に基づいて作られたメトロポリタンバラオブバタシーの一部を成していた。またこの法律がもとでバタシー内の集落だったペンジは別個のアーバンディストリクトを形成するようになり、県トに移管された。産業革命以前、この広い教区の大半は農場であり、 人口密集地のシティオブロンドンを取り囲んで食料を供給していた。また特産品として、ラベンダーやアスパラガスの栽培、養豚が行われていた。ラベンダーが育てられていた、ラベンダーヒルには現在同盟の通りが存在する。アスパラガスは、バタシーバンドルズとして売られていた。また養豚が行われていたピックヒルは、後のシャフツベリーパークエステートにあたる。 18世紀終わりには、バタシー教区の300エーカーを超える土地が20近くの市場向け菜園で占められたが、これらは、それぞれ5エーカーから60エーカーの土地を、賃んりしていた。近隣の村落である、ワンズワースやアールスフィールド、トゥーティング、バラムトは、野原で隔てられていた。他の郊外地同様、バタシーや、近隣の地区には、ロンドンの資産家や、 伝統的な荘園を相続した人々が自分の住宅を建てた。バタシー発電所この地区の産業は北東部のバタシーワンズワース境界付近に集中していたが、これはテムズ川やワンズワースでテムズ川に出るアンドル川の水運によるものである。地区への入植は16世紀のプロテスタント職人であるユグノー移民から始まった。 彼らは宗教的迫害を逃れるためイングランドへ渡り、この地区でラベンダーを育てたり庭園を作ったりしたほか、製粉場や醸造所、染色工場、漂白工場、キャラコへの印刷業など幅広い業種の産業を営み始めた。産業は1750年代からの産業革命期間、テムズ川の土手に沿って東側に発展していったが、これは川の水を 運輸や蒸気機関などに利用したためである。テムズ川に架けられた橋も、また、産業の発展を後押しした。1マイルほど西にあるパトニー橋は1729年に、北側の境界域中心部にあるバタシー橋は1771年に建設されている。川から入った内陸部では、農村の農業共同体が存続していた。テムズ川沿いには、卓越した。 大農場がいくつも存在した。中でも、モーガン・クルーシブル・カンパニーが有名で、今日まで生き残って、ロンドン証券取引所にも上場している。また自転車等のオイル生産をしていた、プライシズ・キャンドルズや、オーランド・ジョーンズ・スターチ・ファクトリーも著名である。1874年に、英国陸地測量局が制作した地区の地図では、現在のワンズワース橋にあたる場所から、 バタシーパークにかけて、澱粉工場、絹工場、麦芽製造所、トウモロコシ、粉引き場、オイルグリース工場、化学工場、プランブオクルーシブルワークス、別の化学工場、小石工場、鋳物工場が立ち並んでいた。またこの区間には、船用に多数の鳩場が存在した。バタシー発電所は、1929年に建設が開始され、 1939年に完成した。18世紀遅くから比較的最近まで、バタシー地区は工業地区として知られ、この影響から、公害や劣悪な住環境に悩まされてきた地域でもあった。1970年代にこの地区の工業は衰退し、他地区へ移転していった。地元政府は、戦後建てられた都市白物の住宅が抱える問題点を解決しようと考え、 大規模な撤去作業と計画的な住宅建設を行った。地元政府による大規模改修が終了してから数十年で、バタシーは事業家や高収入者が地下鉄沿線の公園沿い、川沿いに多く住む地区へと再興され、結果として大規模建設も行われた。また工場は取り壊され、現代的なマンションへと建て替えられた。 カウンシルが保有する不動産のいくつかは売却され、働く男性向けの伝統的なパブも、より高級なビストロへ変えられた。私地区の鉄道沿線には、ワンズワースクが保有する、恵まれない、人向けの地方自治体住宅が点在する。これらの地区は、ビクトリア町に建設された後、スラム街になっているとして避難された。 1945年1月27日の部位にロケットによるバタシー地区爆撃後の写真バタシーは鉄道の付設で大転換した地区である。ロンドンサウサンプトン・レールウェイ・カンパニーは1838年にバタシー地区を通過する東西の鉄道を建設した。地区の北西角にある最初のナイン・エルムズ駅がこの鉄道の終点となった。 これから22年の間でさらに5本の鉄道が開通し、ウォータールー駅やビクトリア駅発の列車は現在同様にこの地区で交差するようになった。1863年には地区北西にあった鉄道のジャンクションに中継駅が建設された。この駅には1マイル弱離れた場所にある駅名町から名前を取ってクラパムジャンクションとされた。二十世紀初頭には駅名を バタシージャンクションに変えようとのキャンペーンも展開されたが、この運動は頓挫している。19世紀後半の数十年で、バタシーは都市鉄道の中心地へと発展した。ナインエルムズとロングヘッジには機関車工場ができ、さらに車庫も3つ作られたが、これらはすべて地区北側の比較的小さなエリアに位置していた。この建設の影響は急激に訪れ、 1840年には6000人の人口しかなかった地区に、1910年には16万8000人が居住するようになった。また私パーク、クラパムコモン、ワンズワースコモンなどの緑地や、いくつかの小地区は残されたが、その他の農場はすべて建て替えられた。農場の跡地には、北から南に工業ビル、その多くが現存する広大な鉄道施設や大飛船。 労働者向けのスラム住宅などが建てられた。内スラム住宅は東西に走る鉄道の北側に多くが位置した。また、地区の南側には次第に高級住宅としてのテラスハウスが立ち並ぶようになった。鉄道駅の建設を受けて自治体は庁舎をクラパムジャンクション駅周辺部のエリアに建設した。1880年代から1890年代にかけて役場。 図書館、警察署、裁判所、郵便局などの公共施設がラベンダーヒル沿いに新しく建てられている。駅の反対側にあるアーディングホップズ百貨店は建設された1885年当時においてこの形式の建物として最大のものだったほか、駅近くの通りは地域の商店街として発展した。地区には巨大なミュージックホール、 ザグランドが駅の反対側にあったが、現在ではより小規模なバンド向けのナイトクラブライブ会場に作り替えられている。また役場の隣には、シェイクスピアシアターと呼ばれる大きな劇場があったが、爆撃を受けた後再興された。駅周辺にあったこれらの建物は、地区南側の新たな中心部へと移転され、ファルコンロードの拡張も、相まって元々の村でのメインロードだった。 バタシーハイストリートはすっかり取り残されてしまった。ドディントンロロエステートバタシーには20世紀中盤に建てられた私有住宅が多く立ち並ぶ広大な地区がある。これらの住宅はほとんどが鉄道線路の北側に位置し、西はフェアフィールド、東はクイーンズタウンまで広がっている。地区には有名な大邸宅が4つある。この中で最も有名であろう。 ウィンスタンディーエステートは、ガレージバンドのソーソリッドクルーが結成された場所として知られている。この邸宅は、クラパムジャンクション駅に近いバタシーの北側境界にあって、2015年には当時のボリス・ジョンソン・ロンドン市長によって、新しいハウジングゾーンの一つとして、広域的に再開発させることが提言され、検討が進んでいる。チェルシーに面した北側には、 サリーレーンエステート、バタシーパークロード上には、ドディントンロロエステートが存在する。また、東側でボクソールに面した場所には、バタシー発電所にもほど近いパトモアエステートが位置する。他にも、これより、小さな邸宅として、ヨークロード、サマセット、サボナ、バドリックコート、ピーボディエステート、ウィンターストリートエステート、エセルバーガエステート、カンバラエステート、 キャリーガーデンズなどがある。1916年当時、メトロポリタンバラオブバタシーにあった地区を表す地図、バタシーアーツセンターイングランドの地方政府制度は、伝統的に、小教区に基づいていた。19世紀中のロンドンの人口増加はこれに、変革を求め、1899年には、メトロポリタンバラオブバタシーが形成されて、地図に示したような境界線が設けられた。 1965年に、このバラは隣接するメトロポリタンバラオブワンズワースと合併し、現在のワンズワース区が形成された。1893年に開設されたバタシー地区の旧タウンホールは、現在ではバタシーアーツセンターとして使われている。この建物は、1970年にグレード2の文化財に指定されている。1880年からの数年間、 バタシーは英国の政治的求心派の集まる中心地として知られていた。ジョン・バーンズは社会民主連盟の支部をこの地区に作った。また、バタシー北部の民衆に影響された船舶ドックのストライキ後にはバタシーとしばらの代表として新しく作られたロンドンカウンティカウンシルの議員にバーンズが選出されている。1893年にはバーンズは 自身の役職を拡大し、バタシー北選挙区選出の国会議員として、独立労働党で初めて当選した議員の一人となった。バタシーが求心的だとの評判は、1904年のブラウンドッグ事件で高まることになる。この年、全英動物実験反対協会は、生態解剖で殺された犬たちを弔うための噴水式水飲み機を建設する許可を得ようとした。 茶色い犬をかたどった像の台座となる噴水は、ラッチミアレクリエーショナルグラウンドの近くに設置されたが、その後有名な裁判事件となり、生体解剖に関わった医学生たちと地元住民の間で、1910年の像撤去まで暴動や対立が続いた。このバラでは、1913年にジョン・アーチャーが市長に選出され、初めての黒人区長となった。 また1922年には、ムンバイ出身のグレートブリテン共産党員、シャプルジ・サクラ・トバラが、バタシー地区選手の国会議員となったが、彼は当時の議会で2人しかいなかった、共産主義者の国会議員だった。バタシーは現在、ワンズワース区内の極域に分割されている。バタシー選挙区選出の庶民委員議員は、2010年5月6日、 依頼保守党のジェーン・エリソンが務めていたが、2017年、イギリス総選挙にて労働党のマーシャデ・コルドバが当選を果たし、現職を務めている。2008年には、新しいアメリカ大使館がナイン・エルムズに建設されると発表された。新大使館は現在建設中で、メイフェアにある現存の大使館は後に高級ホテルに作り替えられる予定であると報じられている。 ワンズワース教バタシーは、テムズ川南岸にある、ロンドンワンズワース区の一地区である。四角と三角が組み合わさった形をした。この地区は、テムズ川が北側の境界線となっている。川はまず北東へ流れ、それから投降し、北へ流れて、シティオブ・ウェストミンスターを通過する。地区の北東角は、ウェストミンスター宮殿から南へ1マイルの位置にある。南西の境界は、 ワンズワース教で規定されている。また地区は北東角から3マイル、北西角から2マイルの位置から南に向けて次第に細くなる。地区の東側にはランベスとストックウェル、南側にはカンバーウェルとストレタム、南東にはクラパム、西側にはワンズワースがある。バタシーの一部はかつて薬物問題に揺れる街として知られていた。ウィンスタンリーやヨークロードにある、 区営住宅はこれらの悪評を後押しする形になっていたが、一帯は2007年に薬物徹底排除地区に追加された。2001年時点での地区の人口は87,877人。2011年時点での人口は106,709人であった。地区には白人イギリス人の出自を持つ住民が52.2%居住しているが、この数字は ワンズワースク全体での平均53.3%よりやや低い。バタシードックズホームクラパムジャンクション駅。クラパムジャンクション駅に隣接し、駅から望むこともできる巨大なアズダのスーパーマーケットロンドンヘリポートバタシー地区には以下の名所が存在する。ここでは東から西に列挙する。クラパムジャンクション駅にてイギリス国鉄の青塗装の73型機関車。 バタシーはこの地区で育ったマイケル・デ・ララベッティの本の舞台となっている。小説エイローズ・ビヨンド・ザ・テームズでは1940年代から1950年代にかけてのバタシーの労働者層が描かれる。ボリブル三部作では空想上のバタシーが舞台となってボリブルとして知られる空想のキャラクターの住みかとされている。また、この地区は ベネロピフィッツジェラルドが1979年にブッカー賞を獲得した小説、テムズ川の人々の舞台でもある。ネルダンが1963年に書いた小説、アップザ・ジャンクションでは、クラパム・ジャンクション近くの労働者スラムで、当時どのような生活が営まれていたか描かれている。この作品は、後にテレビドラマ、映画として映像化されている。 1960年代にフランダーズスワンというコメディデュオで活躍したマイケル・フランダーズはしばしば相方のドナルド・スワンがバタシーに住んでいることを笑い者にした。モリッシーは自身の曲 You Are the One For Me ファッティの中でバタシーに言及している。ベイビー・シャンブルズは2005年にリリースしたチャリティアルバムヘルプエーレイン・ザ・ライフにボリュート2バタシーとの曲を収録している。 以下に挙げるのは、この地区にかつて住んでいたり、現在バタシー在住の有名人である。ありがとうございます。